はい、こんにちは。2021年度、高211月神経模試、日本史の解説をやっていきたいと思います。はい、では早速、日本史ね。はいはいはい。で、まあ原始からやってる人と近現代、まあ大半がこっちと思いますけどね。1234。行きましょうか。第問1。はいはいはい。まあレポート系ね。そこから。問題作っていくと。問1ね。大化の改新。まあ、大化の改新。はい。で、こっちか。もういきますよ。あ、XY。で、この理由 ABC で選びなさいというパターンね。はい。X は、医師の辺。これ医師の辺ね。やけ、あ、中野江のが、中富の鎌足りと一緒にね、この、蘇我のイルカを、まあ、ね、簡単に言うとぶっ殺した。はい。まあ、クーデターですよ。これを一子の辺という。書けるようにね。絵と使って一子の辺。黒本11ページ。でそこからの一連の改革をこの大化の改新というということね。で、X の根拠、蘇我の権力集中を図っとった。まあ、この根拠は A、B、どっちか。A、山城の上野、有力な皇位継承。これ、聖徳太子の息子ですからね。これが、まあ、蘇我のイルカに、まあね、自殺に追い込まれてしまったと。まあ、攻め滅ぼされたということですね。B、まあ、こっちを消した方がいいと思いますけどね。ヤクサの岡羽は天武天皇ですから、もうこっち違うね。直前じゃない、明らかに。やけ、ヤクサの岡羽、確認。ね、天武天皇。11ページね。もう似たようなやつで、五色の線、これ、区別してくださいね。12ページ。五色の線、さっきは八色やったけどね。こっち五色ね。五色の線。ああ。一応これ入れた方がいいですね。五つ。勧誘の良子、勧子、くぬひ。これで勘。死ゆの家人死ぬ日。うん。五つの、まあ、そういう。先民。先民。ね。まあ、うん、そういう。まあまあ、奴隷って言ったらあれですけどね。まあ、先民でしょう。先民。卑しい人たち。まあ、身分制ですかね。古代っていうのは。そういうことですよ。はい。で、こっちも A できた。で、C で、対外的緊張高まっとった。はい。どっちか。まあ、C を消してもいいし、D を選んでもいいですけど。だけ、一種の辺、ね。この背景は、11ページね。まず、ここ、チェック、特殊にチェックね。山城大江の。こっちもチェックね。両方聞かれたね。完璧っしょ。我が黒本ね。高栗信仰等の。ね、隋も国立信仰しますよ。ね、ここね、国立信仰。ね、中国はね、統一王朝できると必ず外攻めますから。ね、で、特にこのね、朝鮮に中国から圧かかると、非常に日本は緊張します。安全保障上。もう全近代そう。やけ、元寇の時もそうでしょ。ね、高麗が元にね、まあね、元の支配下に入りますから。同じパターン。やけ、まあ、こっちを選んでもいいし、ほら、渤海から切った領のこの王朝皇帝はどこですか？あっこでしょ。白身に戻そう、遣唐使で、唐もうやばいっすよ、つって、天神様が。菅野道真公がね。ドンピシャやったでしょ。この後、ね、唐滅びますから。そこからドミノ倒しで、王朝皇帝は起きますね。15ページですよ。ここ、ここ。白身に戻そうで、まず唐滅亡。僕は滅亡。白木も滅亡と。もう、セット、セット、王朝皇帝、こうセット。白紙に戻そうから、こう、塊で押さえる。こっちは平安時代だけ、もうこっち消してもいいですけどね。はい、答えだけ、A で、A で、2番。ね、そういうこと。次行こう、問2番。天智天皇死後、大友と大天の皇位継承争いの瞬殺ね。人心の乱。これ出てこなかったらやっぱ偏差値50切るね。40点切りますよ。うん。しっかり取りましょうね。まあちなみにここには聞いてないけど、だいたいこう大豪族と小豪族使って、ね、家計みたいな論述問題出るパターンやけど、どっちに次ぐ？どっちが？ね。大天に小豪族。大豪族は大友側についた。で、こっちが勝っても敗れたわけでしょ。だから大豪族の力弱まるよね。どうなるか。
天皇の権力が大きくなるよね。やけ11ページ。ここですね。ここね。この組み合わせを押さえておこうね。大海人小豪族、大友大豪族。で、うん、天皇権力強大化と。柿の元の人丸がね、大きい大君は神のごとくつって歌ってますからね。柿の元の人丸はこう省略したんやったね。まあまあまあ、歌までは書いてないけど、一応ここね。まあまあ。はい。ということで、次、問3番。あ、資料読解。異界ごとの年収。まあまあ、結構よくあるパターンね。うん、年収2億7千万か、ね。1位まで上り詰めたらね、トップまで。だいたいまあなんかこれ、簡易相当性っぽい感じね。あ、したらほら次、音のせいね。まあまあまあ。どこ？どこですか？この簡易相当性と音のせい出てくるのは。逮捕律令ですよ。12ページね。12ページ。はいはいはい。位に応じて職ですよ。やけ、もう実力よりも血統です。家柄。古代はね。もう前近代は。で、親の並び借りである恩義のせい。で、説明文があるのか。はい。もう行きましょう。はい。ABCD です。要するに。A、正6位上下から15位上下に昇進したら10倍の年収。すごいね。一つはこうやって10倍増えるの。ここか。正6位上下。160万。これ厳しいね、160万ね。これちょっとフリーター並みですよ、はっきり言って。1個上がった。ね。おお、これすごいね。ほら、10倍になってますよ。これ、天と地の差やね、これね。一つ上がるか上がらんかで。ああ、ね。なってるね、10倍ね。5位以上の貴族になれば年収は1つ以下が上がるごとに同じ割合で上昇。5位以上が貴族とやります。こっから貴族。貴族になるかならんかで、全然違うわけですよ。で、上がったら、1個上がるごとに、まあ、こう分けてくれとけね。1個ずつ上がればいいか。どれくらい？倍まではいかんね。いや、倍どころか。まあまあまあ。こっからこう、こう。ここが倍やね。ね。ね。倍率ともさらに倍ですよ。使えた。なんか一定じゃないよね。こう見たらね。で、次、2倍になるかと2倍になってないもんね。ね。やっぱ、うん。はい。ダメ。同じ割合×。こっちだね。次、C で。藤原の豊成。知らん。ここか。この人やね。よく読むんですよ。ヒントを探すんですよ。説明書いてくれと。あ、豊成は、不人の着孫、ムチマラの着子であると。うん、初めて、ね、ジョイ、位をもらったとき、ちゅうことは、ここか。初めて位もらったのが、正6位下ですね、これね。これか。やけ、不人が1位やったら、着損値回答けね。不人の着損やから、この表通りに行けば、正6位上か。正6位。下ですね、これね。×か。ムチマロの着手とも書いとんね。親父、じいちゃんも親父もどっちも偉いってことやね。ムチマロが、藤原四氏ね、ムチマロね、正三位やけん、正三位、ここか、正三位。着手か、着手ですね、ここやね。16位上。うん。ね、やっぱりこれ、下になるね。バツか。あ、次の回答ね。象の場合は、一つ下がると。ね、ちゅうことはこれ象か。じいさん、不人、象、正1位やけ。まあ、1個下がったら正6位になるね。ちょっと置いとこう。はい、次。で、見ますよ。これなんちゅうの？神の馬界。藤原の馬界もいますけどね。馬界。当初無位だったが、最終的にはここに恩を与えられるくらいまで昇進した。
いや、これここ5位になったらオンにできるんですよ。そうやろ、ね、見ればいいね。ここまでが最終簡易。無理から頑張ったよね、ここまでね。正6以上。これどこ？正6以上。ああ、残念やけど、5位には届いてないね、これね。あ、これ、多い無理ですよ。無理無理。ちゅうことは、ちょっと C がんって思ったけど、もう D は明らかに違うね。違う。5位まで行ってないから。うん、ちゅうことは、やっぱまあ、増かなんかで、1個下がったんでしょ。うんね、もうこれ、D は明らかに違う。いい？そういうこと。ようわからんときは、ようわかるやつで勝負をつける。鉄則ですよ。答えは、AC か。答え1番やね。1番。よく読めば解ける。はい、そういうことですよ。こんな落としたらもったいないですよ。次、問6。4、問4ね。ああ、もう典型的な並びじゃ並びかい。そうね。一応多分これ見てる人2年生と思うんで、ちょっと確認しましょう。奈良時代権力編成。はい、まず、藤原の不比等。あの、フローチャート、でアップしてますけど、一応やりましょう。不比等で次、これ法則あったね。藤原来たら次、藤原じゃないやつ来ますから、長屋を。じゃ次、藤原四兄弟。ね、はい、ムチマル、フサタキ、ウマカイマル。ここまで書きません。次、これが天然痘で全滅して、立花のモロへ。必ずモロへ来たら、キーマキ元宝ですからね。じゃ次、藤原来る。藤原の仲間ろ。エミの推し活別名、称号もらう。したら次法則でいったら次藤原じゃねえやつ来るけん同居来る。したら次藤原しよう。まあこう強引に桃花入れましょう。したら次藤原じゃないわけの清丸。でここでも平安入っていきますからね。こういうことよ。でじゃあどうこうか。一番ほらこれ、まあ同居排除でエミの推し勝つやけん、どっちでもいいね。同居エミの推し勝つやけん、まあここか、1ここやね。次に、立花のもろえですね。これキーワードね、ここね。広次反乱ね、キーマキ元宝排除しろっつって。2は立花のもろえ排除やけんここやね。ただこのフローチャートを覚えるんですよ。これ並び替えでますから。で、次、長屋を藤原四兄弟自殺に追い込んだ長屋の辺ね。何クソ長屋を729やけど、ここやね。3 ね, ね。こうなったね。これできたでしょ。321でしょ。321。答え、6番。楽勝。もう必ずフローチャート。でこれできたら、どんどんこれに肉付けしていく感じ。肉付け。プラスアルファしていく感じ。はい、次。5番、AB に入る。AB。出た、もう両家の間シリーズ。これ絶対落としたらダメですよ。ね、A は、冬次佐賀天皇やから、ケビ石か九郎殿とか、あ、これ両方佐賀天皇やね。ここに鍵しちゃったら楽ですけどね。佐賀天皇内で、じゃああと役職で限定しないけんね。まあ、冬次がありますね。秘書とはないけど、冬次がありますから、冬次絡むは、黒本で言ったら、カムサが14ページ。冬継ぐは、やけ、こっちね。はいはいはい。クロードンと秘書官ですよ。警察やったら警備士。カム天皇は国司交代の影牛。両家の間3点セット。はい、楽勝。クロードンとになる。消える。消えました。次、B。データ出た道長。まあ普通ボケたらこれ宝生寺入れますけどね。宝生寺。まあこれ宝生寺と薬師寺やけん。まあこれはもう3番。なんじゃない。一応確認しましょうか。宝生寺。道長の宝生寺が、こっちはね。道長寄り道の時代。17ページね。17ページ。宝生寺、宝生寺。あ、ちゃうわ、失礼。文化のところだった。22ページ、北条寺。ここね、道長北条寺。で、白川院が北条寺。18ページ、もうこれいいね。典型ですよ、この間違い探し。区別ね。はい、薬師寺誰が作りますね、薬やけ、病気治す。そう、天武天皇が持統天皇。
ね、熱が36度7分出たっつって、大変だっつって作った平熱ね、そういうことよ本当。20ページ訳指示、これいいね、今日の基本。白鳳文化ですよ、天武天治、ね、天智天武時代ね。はい、ということで、はい、次問6番。幼少の清和天皇で初めて摂政で友義を排斥、右派、まあ、次多子排斥でしょ。で、世間聞いてきたけん藤原の、ね、吉房楽勝、楽勝ですね。お、こんな落としたらダメですよ。もうボーナス問題、ボーナス問題。黒本で言ったら多子排斥、はい、15ページですね、15ページ。ここですよ、楽勝、楽勝、ね、そういうこと。まあここもだけ塊ですよ、多子排斥シリーズ、ね、多子排斥シリーズ、まあ、上和の辺から、ね、サニオリのこのアンナの辺、以後摂関上智まで OK。 はい、ということで、さあ次問7ですね、いきましょう。道長は宇治の長者になった後と、一条天皇、ああ、まあこの、ね、まあ皇后中宮、これからやけ少子、ね、一条帝子、一条中宮、まあこのね、摂関政治、これをめぐるバトルですよね、うん、で最終的勝者になったのが藤原の道長であるということね。まああんま関係ない論述ね。はい、左大臣を使えと、で東大式のパターンね、これね、はい、資料は要するに摂政関白にはならなかったと、一条天皇のね、うん、なりますよ実際この後摂政には、関白にはならんけどね、だから道長のこのね、御堂関白記、ね、これ関白なってないとかミソですね。で摂政にはなったけど、この一条天皇の摂政関白にはなってないと、うん、この時は左大臣兼内乱と、うん、で権力保った理由について、うん、それぞれの利点を挙げなさい近いとね、見たら分かるんですか、内乱ね。あ、まあ、こう見たら関白に準ずる近いとね、でも 実質的実の関白ってことですよね。まあ関白になったも等しいんですけどね、左大臣か、左大臣資料を見たら何て書いてある、左大臣が公卿の会議、陣の定め、これね、まあ将来この次第受けようと思っている人、これ陣の定め、まあこのね平安時代のこれ、まあ会議と思ったらいいよね、まあ、今でいう閣議か、ね、17ページここだね、やけ陣の定め、これなんですよ。で人事発表、地目を行う。これ、古文でも出ますね。御堂関白記、うん、関白になってないと。そういうことね。こう一条天皇をめぐるバトルね。で、何だっけ、まあ、左大臣の利点近いと、OK、まあ、公卿の会議ね。ああ、これを取り仕切るんでしょう。太政大臣というのは基本的に、ね、まあ、普段はないわけやから。ね、即決の官ですからね、普段ないけん、ね、ノーマルの時はこの左大臣がトップですから、これ使ったらいいんじゃない、会議、公卿の会議を取り仕切ったと、左大臣としてね。でもう一個は内乱か、内乱の利点、陣の定めで出された結論と同様の決裁をしていた、まあ、つまり拒否権ないんですよ基本的に天皇は。出てきたものに反抗す感じやから、うん、決定権は、まあ、決裁権はないけど天皇の諮問に対して意見述べる、ここじゃないですか。関白に準ずるわけやから、ああ内乱として天皇に意見述べることができる、ね、で公卿の会議は逆に出れんのかね。だけまあ、こっち大事なポイント2つ押さえておくことですよ。摂政関白ではないけども。そうでしょう ね。だから、書き出しない。回答しない。書き出し。これか。
左大臣兼内乱であればと。ね、あれば。まあ、左大臣使わない件兼、ここで使ったらいいんじゃないですか。ああ、特進生、左大臣使っとるやつが、実はこう使ってないやつが多かったんですけど、これ勘違いしてない。ね、これとは別に、この中でも左大臣使わないとダメってことですよ。この問題。ね、そういうことよ。勘違いした。読んでない、読んでない。関係ない。この答えの中で使いなさいですから。まあ、まずは、左大臣として、どこに書くの？区業の会議取り仕切った。これをこのまま使いましょうよ。これが一つやね。でもう一個は内乱として、でまあなんこれじゃない、天皇に意見述べた、これが柱よ。この手のパターンはまあだけこの、ね、図やこの資料にまあヒントというか、まあ、答えがある感じね。そこをね見つけてね、書くだけって感じで、そんな難しくないですけどね。まあ僕は好きじゃないけどね、こういう問題は。まあ、思考力ですか、うん、ということね。もう一回とこれでしょう、うん、はい。まあ、てな感じ。さっきのもう一回言うけど、歴史用語ね、やっぱまあ知識ですよ。宇治の長者、いいね。まあ、のがあってもなくてもいいけど、で御堂関白記でも関白なってない、摂政にはなった。で陣の定めという歴史用語大事。まあ、内乱はまだいいでしょう、うん、そんな感じかな。いいですか。はい、じゃあ次行こう。問い8番、詩に入る戦乱対立関係。まあこれ後白河天皇と崇徳上皇来てますからね。もうこれ瞬殺でしょ。方言の乱楽勝、ごっつぁん問題ですよ。ごっつぁん問題、黒本で言ったら19ページ、ここですね。ここ勝ったが大事よ。後白河の勝ったが、ね、でこう清盛義朝、これが次決勝戦やって平氏の乱で清盛勝利して平氏政権ですから、うん、こう摂関家のただ道まで押さえておきたいね。ただより高いものはないみたいな、ただより高いものはない。武士の時代ですよ。慈円が言ってますからね、愚管抄で。武士の時代になったと。19ページね。 OK、まあ、間違った人はまあ一応こっちで垢抜きしてますけども、いい頃と覚えました。いい頃だ。鳥羽上皇の後継争い、いい頃だ、ね、3年後平治の乱。はい、次。問9、系図か。陰性ですね、うん、白河、鳥羽、後白河はね、これで陰性ですか。だって100年陰性。ああね、で何、この系図によって、医師ってものこれ、医師以降、摂関家と天皇は外籍、陰性関係結んでいないと。どうやったら分かる？これ見らないけんか。この、ここだね。この米。見てほら、13。米をつけた女性の父は、摂政または関白となって、摂関家ですよ、摂関家。ちょっとここ摂関家ね。白河っての何気に。堀川というのはこれ藤原の人間ですからね。実はね、藤原氏を守るために始めたんですよ、院政。したらまあ、ね、いろいろあって、結果として、このね、上皇、まあ、この院に権力が集中されて、ね、なんと藤原氏を抑え込んだという、ね、まあ、ひょうたんから駒というかね、うん、そういうことですよ。実は藤原を守るために始めたんですよ、院政を。そういうこと。で、このあとは米印ないね。もう女性はこの2人しかおらんね。あ、これね、もしじゃないですね、医師か、医師ね。医師以降は米がない。剣士はあるけどこれないね。ちゅうことは摂関家と天皇
摂関家とは、まあ、多分藤原氏なんだけど摂関家じゃないんですよ、ね、分からんけど、ね、だって米印ないからね、だけ結んでいない、ね、これ罰じゃないね、ああ丸ですよ、罰じゃない、米印ないから。次、場合は陰性によって時間を握るには、これは孫が行為についていることが必要だった。だけ白川院は堀川天皇でしょ。孫も天皇ありますからね。で次、鳥羽院は、ね、ストーク後白川と息子が天皇ですね。この絵と ね。で、後白川院は息子がまた天皇ですね。これもそうですね。あ、まるまるか、一番。まあ、これもね、系図、この図とか資料の読み取りですよ。あんま知識関係ないよ、これね。ちゅうこと。はい、いいですか。じゃあ次、大門に行きましょう。まあ、中国史料、もう絶対出る、絶対出る。IAB 入るの。A は大宝軍か落郎軍か。やけ、紀元前ですからね。大宝軍は、まあこっち行く？大宝軍は、もう先生いいですよっていう人いるかもしれませんけど、一応、念のため。9ページ。ね、落郎軍はそれ落郎海地和人ありの勘定地理士。大宝軍は、ここでしょ。魏志和人ですよ。239の。これは、ね、ああ紀元前ですから、ね、百余国となる、分かれて百余国となったと、ね、これ漢字地理士でしょ、はい、大宝軍を消した方がいいと思う、大宝軍を消す。次 B か、卑弥呼バトっとった、これクナ国でしょ、瞬殺ね、卑弥呼がバトったのはクナ国、9ページね、ナ国はこの金印のナ国、漢の和のナ国、答えはやけ4番、楽勝。次2番X は丸バツ行こう。 X 亀缶の中には巣液、あ、ね、まず亀缶ね、で歯石簿、包茎出向簿、これ前方後円符の前ですね、10ページ、ここだね、弥生の後半ですよ、うんね、でここに巣液が入るかどうか、巣液はここですよ、5世紀でしょうね、ちゅうことはやっぱり100年、ね、以上あるね、差がね、200年近くあるかもしれない、ちゅうことですよ、ここに違和感感じるからね、これね、はいはいはい、バツバツ、時代が違う、そういうこと。次、河川部はもう弥生時代ですね、弥生時代中期やけ、ここにこのね、古墳時代中期のですよ、最盛期のこの末期が来ることはちょっとおかしい、ちょっとおかしい、時代が違う。はい、後部帝金鹿の島、さっきあったでしょ、漢の安納国王、9ページね、漢ね、後部帝ね、こんな金欲しかった後部帝、漢の安納国王、鹿の島、 OK ね、はい、これ×じゃない、丸やね、答えは×丸、3番、はい、楽勝楽勝楽勝、こんなんをしっかり取っていけば、まあ、大体やっぱ60点いきますよ、いく。問い3番、河川部院に関して邪馬台国卑弥呼魏志倭人伝、はい、で正しいものか、あ、3つ間違うといきましょう、まず1番、卑弥呼柔術的権威、そうですよ、武力じゃない呪術です、巫女さんですからね、あー、これね、これよく出るパターン、よく出るパターン、補佐した旦那、巫女さんちやっぱね、この純潔を求められますからね、基本独身なんですよ、ね、義士は人間やからと、9ページ、これチェックして独身性いいですか、ここ弟が補佐、これです、はい、これよう出るんですよ、同じパターンがね、与謝野晶子の、あの君臣保うことなかれ、あれどっち、夫ですか弟ですか、どっちの安否を、ね、気遣ったの、ね、あれ弟ですよ、あれも弟、夫じゃない、ね、そういうこと、はい、次2番、王と民衆の別以外は身分の差なかった、どうでか、これ何言ってんの、ね、これはこの9ページね、大人と下根、ここ聞いてるんですよ、ここ聞いてる、あるあるバリバリ、バツ、邪馬台国、刑罰、租税の制度ある程度整えられていた。わからんね、これ置いとこう。はい、4番、卑弥呼死後一族の異様、異様が確かにね、女王になりますよ。ね、ああ、
ここちゃんと分かっとるからね。だけここですよ、卑弥呼が亡くなったと、死後男が一回即位。そもそもその前は倭国大乱でしょ。この官女地理士の最後、倭国大乱で戦争も嫌やっつって、もう男は戦争になってまうということで城を建てたんですよ。平和になった。男卑弥呼でまた男で戦争になってもうた。だから城の伊予になると、男女男女ってことですよ。はい、やけ卑弥呼の次は男ですからね、バツ、はい、これやっぱ3番いい。そういうことね、まあ、間違えたところ自分の後チェックしてください、まあ、ちなみにやけこの3番は、ね、総勢刑罰と書いてますから、ここ書いてる、ここチェック入れてもいい、ここ任せます、自分で考えていい。はい、行こう。卑弥呼がもらった称号がもう真偽和王ですよ。大丈夫ね、これ新しいとかしないですね、親しいですからね。真偽和王、まあ、特殊で間違えた人でいいんじゃない。それからノーチェックだったら入れといて、ノーチェックだったら真偽和王 OK、うん、よし。はい、次 B、 隋の時代、隋書ですか。はい、遣隋使やろ、うん、で何武、和王武、ね、和王武といえばもうすぐ僧侶、和の五王ですよ。和の五王、9ページ、ね、武イコール雄略天皇で、剣に彫られた名前は若武、若武、同じ人物、5世紀ですよ。ちょっと古墳一番でかくなる巨大化、強い力が生まれた、ね、武もそんなイメージでしょ。で何、対立していた国、ここほら見て、ここですよ。皇太后がありますから。皇太后碑文ですよ。で、武が長考した国、うん、どっちか、それぞれ選べと。X は皇太后、つまり皇太后は、あ、ここが皇宮でしょ。こっちはどっち、くたらしらぎどっち、こっちしらぎですからね。くたらこっちね。で、ここかやね。鉄資源かや。やけん、皇宮やけん、これも A っしょ、ね。皇太后碑文は皇宮やから。はい、まず。消えた。じゃあ次は長考していた国、ここよ。これがよく出る。僧侶は国でポイントは、ね、ここチェック入れ。南朝、これよく出るんですよ。南朝、南側、中国南北朝で分裂しとったんですね。分裂、南朝やけどっちが南、こっちでしょ。で、答え2番。そういうこと、そういうこと。はい。次行こう。蘇我の馬子を建立した本格的柄を持つ人。これをね、法隆寺回答、特審査多かったね。蘇我氏でしょ。もったいない。この、ボーナス問題だよ。蘇我の氏寺は一番古いやつ。法隆寺古い。飛鳥寺。これチェックして、チェック。いい、チェック、特進性でしょ。法隆寺じゃないよ、こっちは蘇我やけ。ね、はい、ちょこと、次か。ああ、非いずる国、ね、の天使がね、非母数ところの天使にね、いたすと、ね、国書送った、手紙送った、続がない、どう、元気みたいな感じ。タメ口聞いたんですよ。今まで頭下げとって長考しとったのに。ぶち切れますよ。無礼だと。しばくぞ、コラキ様って。ね。でも一応、ね。そうだけ戦争中ですから、隋も。ね。さすがにね、日本を敵に回すのは得策じゃないと。ちょっと我慢した。で、11番。11ページね。もうここよ。小野の嫁子遣隋して、対等首相ぶち切れたけど、一応敗政を送ったと。ね、中ごとやから、まあ、ぶち切れたのは容だ。まあこれなんじゃないね。用の字ここってねえな。駅になったのがおるっちゃん。ダメですよ。もったいない。縦に書こう。用で。もったいない、これ。こっちよ。場所の場ですよ。随所はここで。もう典型的なパターン。典型的なパターン。そういうこと。はい、次。C か。党の成立から滅亡まで。まあ、旧登場、うん。まあいいや。行こう。C で
除名天皇の命で、ああ、最初の遣唐使。ああ、これ来たね。授業で言いましたね。これ犬神の御座敷出らんかったねとか言ったっけか。出とるね、バリバリね。スコップとクワの違いで言ったね、好きね。出とるね。出とる。いや、まあ知ってましたけどね。知っとったけど。だけど、もう除名天皇やけん、犬神の御座敷しよう。チェック入ってる。最初の遣唐使は犬神の御座敷除名天皇。11ページ。チェック入ってる。なかったら入れて。隋が即位と滅びて次唐になると。唐はね、長期政権ですから。そういうこと。だけ、まあ、小野妹子を消しましょうか。で、次で、やけ、ほら、まあ、高木の原理消してもいいけど、こっち遣隋使でしょ？言ったでしょ？遣隋使と遣唐使の違い出るっつって。ね？このパターン。やけ、もう遣唐使やから、ここは。唐に出とんやけ。そうでしょ？消したな。消したらもう出てくる。しかし、やっぱりね、客死したと。ね、日本に帰りて、帰りてって亡くなった日本、ね、中国で。李白の友達ですからね、これやばいっすよ。やばたんですよ、本当。元宗。これ、次第の人元宗まで抑えたいけど。これが安倍の中丸、チェックしよう。13ページ、安倍の中丸。科挙受かったんですよ。世界一難しいと言われる試験に。チェック。だけど中が任命やけ、安倍も任命でしょ。任命、任命で抑える。チェック入れて。13ページね。はい、そういうこと。次、9番。貞観5年から貞観3年まで。まあ、わかるわけない。ほら、見ればいい。書いてる、書いてる。631から貞観3年ってなんね。どうか、ここか。703まで、この間。で、正しいのを選べ、ABCD。はい、行こう。A、東北での支配領域拡大するため、伊沢城、伊沢ね。だけど、他、伊、市。他が伊沢、市は、ここ A ですね。ね、このカムテのところやね。他、伊、市で魚のたまらまの出てくる。当てる意も最終的にはかけるようにしてくださいよ。えみしね、えみし。これ、カムテの書。泣くよ、ウグイス平安京でしょ。アウトですね、これね。アウト。伊沢城から桓武天皇を持ってきて、泣くよ、ウグイス平安京やけ、入らない。ダメ。岩船ぬたりやね。これどこ？岩船ぬたり。11ページ。ここね。どうしようか。チェックどこか。ぬたり岩船。ちょうど大化の改新のとこですね。いい。チェック。最初これ日本海ですからね。日本海がそこから太平洋側にシフトする。ね、古代はね、日本海の方が大事なんですよ。なぜかっていうと、そう、中国に近いからですよ。ところが、まあ、近代入ってですよ。ね、まあ、ペリー来航以降はね、太平洋のが大事になると。で、今ね、主要都市は太平洋側でしょ。昔は日本海やったんですよ。そういうことね。よし。CD か。はい、行こう。百済復興、大軍派遣、これが白村江。さっき人心並んでたね。これ白村江ね。まあ、白村江のね、663はまあ覚えておきたいね。覚えてます？ 11 ページ。で、無理な触れと。無理な触れ。無理な触れ。無理な触れ。なんかそう覚えて中学で言われてね、僕ずっと人心のなんか無理な触れなんですよ。はい。で、九州でしょ？やけ、新羅君がこれで祝いが出てくるかどうか。出たでしょ、祝いも。出るんですよ、祝いも大好きやけね、この十字架神経は。祝い、どうするか。まあ、百済復興やけ、白村江やけ、まあ、7世紀分かれば、まあね、入るよね。それか、出を消すか。祝いの欄。祝いもね、この、こにない祝いと、このこにない、こりないと、こにないをなんかくっつける感じ。これチェックで、527。これ分からんの解けないですよ。これ分かったら消せるから。まあ、663でもいいけどね。まあ、どっちかで解かないけんってことですよ。どっちか覚えとかないけんけど、まあ、ゆくゆくはどっちも覚えないかんと。ね、祝いの子にないと、白村江663。そういうこと。いいですか。よし。
答えはやけなんかっつうと、罰ね。で、子にないやけ、子にないやったら入らないよね。100年前ですよ。まあやけ、631やけん、ね、まあ飛鳥時代やけん、まあ古墳時代で消してもいいけどね。527まで限定しなくても古墳時代で解けますけどね、消せますけど。任せます。あと自分どう解いたか考えて自分でチェックしてください。いいですか。よし。前半、これで一回切りますよ。問10。C の記事ね、これね。文章 A。ここ戻るわけ。変な問題やな。ここまで戻らないけど。1と2の内容を簡潔に答えるね。はい。なんすか。ハッキーがね。霊気の誤りだと。つまり日本独自の言語を使ったんですね。大化の改新とかそうですから、我々。日本独自の言語。で、位置を示していると。中国人不審に思った。で、党の皇帝に対しては2位ことが分かる。ね、また2位ことが分かる。独自の言語を示すのは1やけど、党の皇帝に対しては2と。まあ、ちゅうことで逆でしょうね、内容はね。1の逆が2やね。なんなん？ここで気づくかね。カレンダー、言語をね。この作法って言葉なんですよ、だから。うん、作法チェック入れよう。まずチェック。どこに出てくるか。9ページ、作法チェック。これ、長考と作法はセットで押さえる。セットで。いいですか、やけん、でも超大国なんですよ、中国が。やけん、まあ、めちゃ簡単に言うと、皇帝。皇帝がもう全宇宙の支配者みたいな感じですから。それが王。王中のね、その家来ですから。ということは、下の者が上の者に挨拶に行きますよ。これを長考というんですね。ははーって頭下げる。じゃあ皇帝はね、いっぱいお返してくれる、カレンダーとかもくれるわけですよ。で、言語ももらえるけん、皇帝の言語を使わないといけないんですよ。ところが日本は独自の言語を使っていると。ね、下手したらね、しばかれますけども、まあ、やっぱ海が、ね、島国ですからね。このシステムを作法というんです。で、大体体制がつく。作法体制で聞いてくる。作法体制。挨拶行くことは長考です。で、お返してもらうこと。このシステムを作法という。OK。やけん、まあね、多かったら、特殊人が対等を主張していると。これ、罰ならんと思いますよ。対等主張でも。ただ、まあ、それで2点か1点か分からんけどね。いい歴史用語で言ったら、作法、ね、の体制に、だって独自の言語を使っとるわけやけ。ね、そうでしょ、作法体制感ないと、ね、そこは見そうですよ。作法、まあ、作法体制使ったら作法体制感にない、ね、作法していないでもいいかもしれない、ね、作法じゃないってことです。ノット作法だって独自の言語を使ってるんだから。いい、クローン作法チェックですよ。もう歴史用語としてに対して、でもやっぱ皇帝に、ね、いろいろもらっとるわけね。で、許可ももらっとるわけね。やっぱ下手に出とんですよ。そりゃそう、超大国やから。うまいよね。うまい、こう、グレーゾーンで行ったんですよ。ね。で、作法、家来じゃないけど、やっぱ作法体制下に入るってことは家来になること。家来じゃねえけども、でもね、元号にしろ、天皇という称号だって使えないんですよ、普通は。ね、恐れ多い、この同じ、この皇の字使うとか、皇帝と、ね。でもそこをうまいことぼやかしたんでしょうね。だから、党の皇帝に対して、ね、まあ、ここで長考使ってもいいんじゃない？模範解答はね、進化の例を取ったって書いてます。進化の例。難しいね、これね。もう長考していったら僕いいと思いますよ。一応、挨拶は言ったけど、ね、カレンダー使わねえと。
ペンを名乗ると。独自の、ね、称号を使うと。やけ、頭下げるけど、柵を大正解ね。まあまあまあ、そのことですよ。だから、ここの問題で柵をという言葉を抑えましょう。頭下げることを兆候。ね。で、皇帝から王に任命される。カレンダーをもらう。これ対、柵法体制。でも、日本は頭下げるけど、カレンダー使わねえ。ね、独自の言語を使う、称号を使う。ということで、中途半端な柵法。まあ、要するに柵法体制に入ってないってことだね。いいですか。ということで、一の模範解答は柵法体制下にない。まあ、対等を主張したでも僕、OK も、罰にはならんと思う。部分でもらえる。グッドですよ、グッド。ね、対等を主張した。多分、遣隋使とかから持ってきたんでしょうね。グッド。2番は、長考していた。まあ、頭下げていた。あ、まあ、そういうニュアンスの言葉やね。まあ、3点はちょっと難しいかもしれないけど、2点はもらえそうな気がします。いいですか。割と書いていた。はい。ということで、ここで一回聞きましょう。